変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。うわっ、おい。
急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミたちいたか。いや、みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れ、あいつら。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待て。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おい、サンジ、いたか。この辺りには見当たる。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。おーい、この辺りにはな、みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺かすかに波の匂いがするぞ。本当かチョッパー。
ナミの匂いはこの洞窟に俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。よし、行くぞ。なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。あいつらは俺が片付ける。なめんじゃねえ。どこにいようが宇宙空。止まんねえだ。オーケー。やってやるぞ。
で急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこい。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。肉ねえのか。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言って。敵意はなさそうね。なんだ、それなら。待って、ウソップ。どうした、チョッパ。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ムートンシャット。セカンド、ゴムゴムのジェットウィン。ピッピア。待ってろ、必ず助けるからな。アームポイント黒点ロゼオミチ。だから言ったろ。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや、怖いわ。
っちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら降ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけえ猿。あら、こっちにもハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺が相手になってやるよ。よし、交代だ。よし、交代だ。ゴムゴムのブレッド。あなたたちの相手は私よ。ドスフルール。グラップ。みんな怪我はないか。ポイント確定。ヨゼオン。ブブブ
火薬帽子。あなたたちの相手は私よ。トレインタフルール。フリップ。やるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。あれ、やったな、ルフィ。ああ、もっと強くなるぞ。俺がキャプテンウソップだ。いい調子だ。成長を実感できるほど強くなれたの。俺の体はさらなる強力が。うわぁ、ナミさん。ゾロ、ゾロ。おお、ルフィ、みんなも一緒か。あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。これ受け取って。効かねえな。サンダーボルト、変化！いけるか？ギアセカンド。これは一筋縄ではいかなそうね。効果する。まだまだ。おい、お前、おろしちまうぞ。ブルジャンブ、プルミエールアッシュ。
任せて。サンダーチャージ、ウィングアーム。これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。肩慣らしといくか。刀流、よい。羅生門。ゴムゴムのガトリンだ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。俺がキャプテンウソップだ。力がナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよ、ルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。
まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よほ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの男は死…間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの…でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを。
点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。塩ビマヨネーズ。鬼っきり！やるじゃん。あっちー！オチエンタフルール、クロトワマワード、ショック。なんで私なのよ。やっと俺の出番か。待ってろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。塩ビマヨネーズ、鬼っきり！
オチエンタフルクロトワマーノショック地獄の2年間に比べたらもっと強くなるぞ。俺は成長を実感できるほど強くな怪物と呼ばれようと俺こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるな。さて待ちな、だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。
往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの王。あれどうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。俺が。これは一筋縄で。そこまで。いいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。
信用できないか。とりあえず自己紹介でも。俺の名はアディオン。職業は探検家。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで何気に居ついちまってさ、そのまま。リム？誰だ？そいつだ、うん、なあ！お前さっきのやつ。あなたが触れた後に私たちの力が失われた。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海のものです。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことが。どういう仕組み？これは私の一族の血筋に。つまりあなたはその力で聞け。そうよ。他にもキューブの情報をもとにしてキューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこと。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたい。それで失われた能力を戻すことはできない。大丈夫、飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あな、さっきも話したがリムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃない。だから俺も手伝わせ。新世界のご多分にも漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウを。あまり危険のない洞窟。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって。まあそれなりに準備をしていけ。本当か？安心しろ、そんなつもりを。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だ。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。
じゃあ行くか。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらのな。また襲ってくるかもしれねえ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺がまとめて相手してやる。強くなっちまったもんだぜ。調子がいいぞ。俺がキャプテンウソップだ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだ。さてここだ。今の自分たちの力、俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れ、それだけ大きな地殻変動があった。原因はわからないけど、
ワッフルドを語る伝説の中に、海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れ、ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつは見張られてるような気配がするな。あれ、洞窟にわざとらしい宝箱なんて出来すぎた話で怖い。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言って。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってろ。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。相手にとって不足なし。任せて。
リアナ。やるな。やっと俺の出番か。情けない姿を見せちまったな。ぶっ飛ばす。邪魔だ。来るなら後悔する。マナーがなってねえよ。俺は負けねえ。そこだ。その程度だ。覚悟しろ。そこをどけ。俺はまだまだ強くなれる。こんなところで満足。力が戻ってくるのがわかるわ。俺の体は海の一流国は私の予報は百発百中。モッさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ。上陸し島に近づ。あれ、黙って闘病監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？あ、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 急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。伸びるな。みんな準
備？やるか。ディナーの準備に取り掛かるとするか。力が戻ってきた。力が戻ってきたな。海の一流コックは力が戻ってくるのが分かるわ。少し強くなったぞ。よーし、私の予報は100。今の力を試すにはうってつけだな。やるか。しょうがない、やりますか。トレインタフルール。次はないわよ。待ってろ。ムートンシャット。邪魔だ。邪魔だ。さあ、やるわよ。行くわよ。サイクロン。ちょっとねえサンジ君、ジュースないの？いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をした。安心して、
あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば大丈夫なわけあるか。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。私が必要ってことね。行くわよ、サイクロンテンポ。あとは任せてもらって大丈夫よ。今行こう。行くわよ。叶わず生きながらえるより世界中の美女たちをエロい目で見てし調子がいいぞ。やった。クソジジイの蹴りに近づいたか。力を取り戻せたみたいね。俺が万能薬になる。俺がキャプテン。技のキレが戻って。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助け。
を切れたが、まだ腕が打ってやがる。さっさと片付けるわよ。